皆さん、こんにちは。淡井圭介です。2024年、6月の3日、18時54分、スポーツ業界の皆さんへ、こちらにね、天気について、95番のところにね、さ、ちょっとね、番号がね、こういう大きな番号になってるんですけども、本当は、もっと若い番号でね、2019、2022があったんですけど、それが動画を公開できなかったんで、2934で、自分で説明してね、その後これとこれを見てもらったら、状況わかります。昨日の大雨。なぜ今まで、豪雨があったか。今はね、私ね、広島とか、でもいろんなところであったでしょ。九州とかでも。で、それね、ここの内容を見てもらったらわかります。各地でしっかり見てください。特にプロ野球業界とかサッカー業界とか、人数規模の多いところ。本当にそう。だからもう簡単だから。もう僕はしんどくて寝転がっただけで得点逆になってるでしょ。だから寝込みを吸ってんの。東京勢が。ヤクルトと巨人が勝ってしまったでしょ。で、結果は逆転してるのよ。DNA が、昨日得点になってなきゃ おかしい。だけども、そうなってない。で、阪神タイガースも本当は勝ってしまってるから、それも、影響しています。だから、ロッテが勝っておくべきであったと。阪神タイガースは他の球団の時に、特に、パリーグの上位、ロッテ楽天以外に、徹底的に勝ちに行ったらいいんですよ。DeNA も。そしたら順位どうなっていくかわかるでしょ。交流戦ここが勝負どころ、本当に。以上です。皆さんご協力ご対応の方よろしくお願いいたします。